大森さんは、はい、いたって不満げでしたね。もうみんなが真面目だとか言ってあんまりね とんでもない話を、ね、言う人がいなかったんでね。いやでも冷静に考えればそれぞれとんでもないことは言っても可能性ありますよ、まあすね、普通に比べたらあれでもそうですかね、うん、多分ね今ぐらいでその全部終わってから言ってる話が一番とんでもないと思いますね、うん、なんか我々が抜けてから向こうで笑い声がだんだん大きくなってましたね。そう悔しい感じが。ズーム飲み会状態になってからいろんな本音がこう出始めてとてもテレビでは言えないようなことを言い始めるんじゃないかと。そうなんですかね。でも一番最初にやっぱり SF の人たちは1970年代とか本当に、はい、未来を考えるとなれば、ね、はい、シンポジウムには SF の人がいたっていう。そもそも万博のねテーマ館とかにも小松さんが関わったりしてたわけですから、うん、まあ、あるいはその政治政府の諮問委員会に呼ばれたりとかいうこともあっただろうし、うん、なんかその結構もっと一般の人たちと SF 作家の距離が近かったんですけど、今はなんかちょっとね、うんうん、特殊化されちゃってるんです、うんうんうん、でも僕にとっては伊藤さんもSF 作家、うん、あ俺そうでしたっけ。デビューからもうね SF 作家ノーライフキングから、ああいう、まあ、はいはい、まあ変な話ですよね、はい、あれ確かにウイルスっぽい。そうです、ね、誰がかかって死ぬのかっていう話。あれもその静かにその変化が蔓延していくみたいな話なので、まあかなりその予言的な SF を書いてる人じゃないかと。確かにあの時は日野恵三さんっていう作家の人が東京に何か変化が起きているって言い出してて、はい、僕もなんかビリビリそれあったんですよ、うん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 、何かが起こってると、うん、でもそれは別に科学的に証明できるようなもんじゃないんだけど、うんうん、でも確実に僕の中には分かると、うんうん、でそれで書いたのがあの小説だったから。でもものすごくこうゲームを題材にしてああいうものを書いたってもうそれそもそも初めてですし、はい、非常に先駆的な SF 作家だなと思っていたのに大森さんにとって俺は SF なんですね。同世代の SF 作家。これは失礼いたしました、はい、ちゃんと認識を自分で改めたとだったのに、うん、そうですね、もう今回は司会という立場でね。そうでもやっぱり話がしやすい。あ、はい、すごく SF の人たちは本当に多様なアンテナで、あと何か違うことを言っても、うん、あそれはそういうことなんだなと、こうなんか食いついてくれ方がすごく、まあ、寛容といえば寛容だし、ね、知識も広いしすっごい喋りやすい。意外とね結構まとまりましたしね。そうですよ、僕なんか新井さんどうしようかなと思ってたんだよ。そう僕も大丈夫かなと思ってますけど、すごいこうでもいい感じにね、ズバッとものをきちんと言っていただいて、はい、よかったし、やっぱ方向性の違いもねそれぞれこうはっきりしてて、コロナでその国柄の違いが分かるっていう話が表になるっていう話が出てましたけど、うん、まあ、今回もこのテーマだからこそそれぞれのスタンスとか、うん、着目点の違いとかっていうのがすごくこうはっきりして、うんうん、でそれがやっぱり普通にメディアで言われているようなととはだいぶ違っているので、そこは面白かったですね。面白かった、うん、まあ、でもやっぱり龍さんが一番違ってたので。いや龍さんねなんか信じるか信じないかあなた次第です的な、俺違う番組に出てんじゃないかなと思って、いやでもテレ東かなこれって思いました。結構だからその3体もなんか結構なんかすごい名作みたいにこう言われてますし、うんうん、まあ、実際ヒューゴ賞取ってるからその世界的に売れてる名作なんですけど、うん、まあ、ある意味とんでもなんですね。いや、まあ、確かにね、ぶっ飛びですよね。小島秀夫さんが帯にとんでも SF って書いてましたけど、うん、まあ、実際そういういやいやそれはないでしょうみたいなことがこう平気で書く人なので、確かに、はい、その自由さがすごく出てたと、あるいはあくまで自分の土俵に引っ張る、どんなテーマで来られても、確かに、はい、ここで普通のこと言ってもなって龍さん思ったかもしれないしね。いやでも多分ねそういうあんまり受け狙いの人じゃないんですよ。あ、そうなんですか。龍さんすごい結構真面目な人なんで、真剣にいやウイルスとか心配してる場合じゃないないと、地球外生命体をもっと考えろと、はい、用意をしておかないと大変なことになるぞ、まあ、っていうことはもうすごく言ってますね。用意をした方がいいのは今回のコロナでよく分かったそうそうわけだし、でも用意のしようがないっていうことも、ね、なるほど、まあ、確かに SF 作家が想像しない、例えばそのマスクの奪い合いで国際紛争みたいなことが起きるとかですね、うんうんうん、そんなことを想像しないじゃないですか、うんうんうん、そんな間抜けなことは、うん、そのテッドちゃんじゃないけど、うん、いろんなそのコロナで起きる間抜けな事態っていうのがやっぱりその SF 作家の想像力の及ばなかったところで、うん、そういうでもディテールをいかに入れるかみたいな話が、うん、その今後リアル、そう、うん、SF のリアリティであるその一般読者に届く、ああこういうこと絶対あるよねみたいに思わせるっていうのは、うん、まあ、リュウさんはそういうことがすごくこう
めちゃくちゃ突拍子もない状況の中でもすごい日常的なあるあるっていうのをすごい大事にして、だからそこで一瞬でその全然そんなことあるわけないじゃんと思ってた人もすぐこの世界が破滅しそうな状況っていうのに飲み込まれるみたいな力を持ってるんですね。だから小松左京さんとかもやっぱりそういう力があって、か日本沈没にしろ復活の日にしろそういう大きな SF を書いてすごい安らごと、日本なんか沈没するわけないでしょそんなのって思うのに、まあそれがやっぱものすごくこうリアルに感じられて、リアルになったしリバイバルになっちゃってたからね。そうそうね、ちょうど、はい、不思議ですよね、うん、なんか人間がこうネズミがその船が沈没する前に先に逃げるみたいに、はい、すごく日本で日本沈没の話がわーってなってる頃に、そうそうそう、あれと思ったらいつの間にかウイルスがこうやって、うん、蔓延してっていうのは、うん、なんかちょっとね面白かったですね、はい、面白かったというか刺激的でしたね話として。だから今復活の小松左京さんのその復活の日っていうそのパンデミックものの SF も、うん、今日本 SF で一番売れてるぐらいすごいこう売れてるんですよ、ね、そうなんだ、はい、はあ、やっぱりな、はい、ところで、その T シャツなんですけれども、はいはい、もう一回伺ってもいいですか。はい、はい、それは大森さんたちが作ったんじゃないんですね。これは早川書房が出してるあの T シャツなんです。オフィシャルですね。オフィシャルです、はい、一応ライセンスがちゃんとあって、あって中国から権利を取って、あのその劉さんのエージェント、うん、はい、劉さんお墨付きの、お墨付きの、はい、T シャツです。これはあれですか、この2とかが出た時には色が変わるとかっていうのは。いやもうそう、多分2のデザインでね、2はあの国安森林っていうのが、うん、まあ、もうすぐ出ますけど、うん、まあそれをね合わせた色違いがとか出してほしいですよ。ちょっと出た方がいいと思いますしまあ私も欲しいなともちろん思ってるから言ってるわけです。きっと そして番組をご覧の方ね3名の方にプレゼントをしたいんですよ実は。早川、はい、いないんですけどね、の人をね、まあ、3人なら早川じゃないですか、なんとかなんじゃないか、最悪自分たちで吸っちゃえばいいわけでいややっぱりプレゼントないとダメでしょこの番組。なんで3体の T シャツプレゼントするのか、いきなり最後に3体の T シャツそれで引かないと今だってあんな面白い、待たれてる小説がこんなにあるなんて幸せですよ今僕らが生きてると、うん、この時間が。僕はでもだからそのコロナでステイホームがあったおかげであらゆるそのライブをね見に行く予定とか出演するイベントとかも全部飛んじゃったの でそれが全部なくなってずっと家でひたすらその3対2の翻訳をやってたおかげでギリギリ間に合ったので、よかった、コロナがなかったら、お疲れ様です、コロナがなかったら間に合わなかったかもしれないっていう、ね、どうなってたんだろうなって逆に思いましたね。いいこともあれば悪いこともあれば、いいこともあればってあざなえる縄のごとしですからこれは。だから割とオタクの人とかね、うん、家から出ないで仕事の人とかは、うん、まあ、本当に何もないっていうか、うん、むしろ仕事をしろって言われてるっていう感じのことになってるんですね、うん、まあ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 、まあ、でもライブの人はまたね、そうそう、ライブの人大変ですけど、でもおかげで結構みんな本を読む時間は今回あったと思う、ね、おかげさまで、はい、脳みそ この傾き方も少し変わって、まあ、もちろんすぐまた戻ってしまうかもしれないけど、なんとなく記憶としてこういう時間ってあんまりそういえば作ってなかったなっていうのは実感で自分でもありまして、そう、それであのさっきのねあの話でもその部下さんが言ってましたけど、全人類が体験する共通の、まあ、何十年が経っても、うん、あの時はこうだったみたいにしてやっぱり思い出すわけじゃないですか、うん、でそれがそのまあね、あの 3.11 とかだと、まあ、日本だけの話だったりしたわけですけども、うん、全世界的な共通体験として、うん、あの時どうしてたっていう、うん、何ヶ月家にこもってたみたいな話にこうなって、ただまあそのね何十年経ってちゃんとその世界中の人と話ができる、そうね、ふうな日常が持ってるのかどうか、うん、移動っていうことまでありますけど、移動の自由が、うん、その戻ってきてるかどうかもこれはまだ分からない、うん、だけど分からないけど人間は何とかするだろうっていうのは今日みんなと話しててなんとなくこう、うんうん、心強く思ったのはそこですね。なんとかしないってことはないんだと、少なくとも、でも少なくともそれを悪い方向じゃないようになるべくこう持っていきたいもんだよねっていう意思は全員にあったと思うんで、そうだから何十年か経ってね、フジテレビが SF 作家集めてなんか番組作ったことがあるんだよ、あれらしいよバカだっていうでもあれ俺も見たっていう番組になりたいですね、やっぱね、今から思えばいい時代だったっていうことになるのか、みんなあんなに心配してたのバカみたいだねっていうふうに笑い話になるのかっていうのがね、笑えるといいですけどね、うん、ということで
第2回よろしくお願いします。第2回、はい。